息を吹きかければ飛んでいきそうなタンポポの綿毛。なんと金属でできています。金属だと細い線とかまで強度があるので表現できるっていう、あとはあえて金属だけの色彩とかサビとかですね。金属造形作家の鈴木翔太さんです。植物標本を作ってるっていうふうには思ってなくて、あくまで私が見てきた景色っていうものを捉えて印象的なワンシーンを切り取りたいと思ってます。果樹や山野草を育てていた祖父の影響で幼い頃から草花に興味を持ちました。鈴木さんが好きな花の一つ、桜。花びらは桜の花の色に近い銀で作ります。葉っぱには銅を使います。緑色を引き出すためです。着色には金属酸化するとできる錆を利用します。 That is amazing。 最後に金粉を花の中心に振りかければ完成です。私にとって花の魅力はですね、繊細でありつつもすごく力強くて元気がもらえるところですね。皆さんに元気を与えたいし、繊細な動きのある柔らかい表現っていうのも感じてもらえたらなって思いますね。